イスラエルの新聞ハーレツはパレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラエルとイスラム組織ハマスが戦闘の一時休止で基本合意したと報じました報道によりますと双方は35日間戦闘を休止しガザで拘束されている人質全員とイスラエルが収監するパレスチナ人を交換することで大筋で一致したということです ただハマス側が求める恒久的な停戦についてはイスラエル側が応じない構えで隔たりは埋まっていないとみられます。こうした中、複数のアメリカメディアは CIA のバーンズ長官が近くヨーロッパを訪れ人質の解放や戦闘休止についてイスラエルの対外特務機関、モサドの長官らと協議すると伝えました。